皆さんこんにちは。セラフ榎本愛犬家住宅です。ワンちゃんや猫ちゃんと住むお住まいのお悩み受けたまわります。お気軽にご相談ください。今回はゴールデンレトリバーについてご紹介いたします。ゴールデンレトリバーは活発で聡明なレトリバー回収犬で、険しい高山地方や草木の生い茂るところ、そして冷たい水の中でも長距離を移動して働くことのできる犬種でした。現在は捜索救助犬や盲導犬、その他の障害を持つ人のための介助犬、セラピードッグとして採用されています。また家庭犬としても非常に人気があります。社交的で訓練によく反応し、気分にムラのないこの犬が大きな生きがいとするのは人を喜ばせることです。いつも誰かと一緒にいて運動もしたい犬なので、回収や運搬ができるゲームなどが最適でしょう。これでゴールデンレトリバーのご紹介を終わります。ワンちゃんや猫ちゃんと住むお住まいのお悩みお聞きします。お気軽にご相談ください。